こんにちは、貝柱です。かっこすごい、かっことじチャンネルです。最近、最近つってももう1ヶ月前ぐらいになりますけど、これを読み終わって、ホラーの扉っていうですね、怖い話が短編で何個か入ってるみたいなやつですよ。もらってですね、川出書房さんかなで、にもらって、今年の1月2月ぐらいにもらってたんだけど、ずっと読めてなくてやっとです。最近ね、文字を僕読めるようになって、もう、文字をですね、書き読みできるようになってね。もう日本の教育万歳。ね。で、やった、文字読めると思って読み始めたんですけど、面白かったんですよね、これが。だからまあ軽く話そうかなと思うんですけど、ホラー小説って読む皆さん、まず。僕ね、昔、ホラーじゃない小説は読んでたりしたら、ミステリー、伊坂幸太郎さんとかあの辺。で、ホラー小説みたいなのは、まあ、おつちさんとかかなは少しだけど、そんなに、だから、造形が深いわけじゃなかったわけです。ホラー小説ってどうかなと思って。ほら、ホラー映画見るのは好きですよ。だから、お化けバーンって出たり、殺人鬼がグロいとかをさ、視覚的に分かりやすく楽しめるから、あ、いいね、いいね、なんて見てたけど、文字になった時、大丈夫なのかしらなんて思ってたわけですよ。文字だけで、だから満足できるのかしらっていうことですよね。百聞より一見っていう、そういう思想に洗脳されてるから、僕はね。ただ、この百聞っていうのが非常に価値高いなと思って。で、うまいんだよね、みんな。このね、見て。うけつさんって知ってる？うけつさんってほら、こんにちは。私はうけつです。みたいな、仮面の可愛い方と、あとほら、なしさんとか、あとなんだっけ、この田中さんとか、この、とにかく皆さんね、有名な、ホラー作家であったり、なんかホラー的な活動をなされてる方たちが、書いてくれてるやつなんですよね。一遍ね、もう10ページ、20ページぐらいだから、ほんとすぐ読みやすくて、もう文章力高いからさ、もう想像力が湧き立つのよ。全然百聞かもんかもんみたいな感じ。一見とかいらないですっていう。これがいいんですよね。で、この小説、ホラー小説、何がいいかって、それ短編があるでしょ？ただただ短編を羅列しただけじゃないんです。このホラー小説面白くて、これ、株式会社闇ってほら、なんか、怖いことをいっぱいやってる会社あるでしょ。あれの人が書いてるんだけど、その短編を分けて、シチュエーションに分けて解説してくれるの。例えば、恐怖には種類がありますと。この人は、それを 5W1H ってあるじゃん、ほら。who, what, why, where, when, how ね。誰がどこで、何を、みたいなやつ。それで、怖い話っていうのは整理できますと。ホラージャンルが。例えば、who、誰、ね。それは、恐怖の根源が人や幽霊のもの。これが who 型だと。で、次、what だと、恐怖の根源が人以外のもの。つまり、オカルトホラー、パニックホラー、モンスターホラー。why だと、恐怖の根源が理由。だから、サスペンスホラー。で、where だと、恐怖の根源が場所ね。場所にまつわるもの。だからシチュエーションほら、あそこの学校では何かまずいことがとか。when が恐怖の根源が時ね、時間。これは SF とかにある。で、最後、how が恐怖の根源が今までの取っ払って表現の仕方そのものにあると。面白いね。だから例えばこれはモキュメンタリーホラーとか、怪談とかね。だからこれハードの性能依存になっちゃうかもだけど、それを展開する。でも面白いよね。っていう解釈で分けられる。その 5W1H に分けて、風型の怖い話はこういうのですって怖い短編が出る。で、ウェン型の怖い話はこれですっていうので、そのまた怖い話があるみたいな感じ。面白くない？ジャンル分けしてくれてるのよ。なんとなく漠然とさ、僕もホラー作品だっつってこう見てたりしたけど、あ、ジェイソンだとか、じゃあリングだとかね、マリグナントだみたいな。だからマリグナントは、あれはフーなのかな？フーなのか、ホワットなのか、すごい、マリグナントは奥深いぞ。まあいいや、マリグナントの話は置いといてね。ね、貝柱が一番好きなホラーでおなじみ、マリグナントの話は置いといて、とにかくホラーは、まあ、ざっくりとこうやって分けられるよ。いろいろな表現手法あるけど、こういうふうに私は分けてみましたっていうの、この株式会社闇の、この総帥みたいな方が、悪そう悪そう牛耳ってんの？株式会社闇。牛耳ってそう？この人。大丈夫かな？
本当確定申告に中指を立ててそうな顔ですが、まあ日本でやる限りは確定申告もしているのであろう。面白いんですよね。だからなしさんなんかすごい有名人でしょ今。あと受付さんとか、この人たちはモキュメンタリーホラーっぽいやっぱりやつ書いてくれてたりする。これ最後のねなしさんのやつとかはねちょっとだから考えちゃうんだけど、俺折り目ついてるでしょこれ。折り目つけてるでしょ。僕折り目つけちゃったからねこれね。まあ気になる人は読んでほしいんですが、とか僕がで好きな話で言うとね、この中で言うとちょっと待って、僕のお気に入りは終わった街ってやつかな。だからホワット型だねの話があるんだけど、これが怖いんだよ。かなりこれ絶望的な話でね、サツキっていう人の死にまつわる話かなみたいなところ。これも説明むずいんだけどね、結構絶望感をまみれて好きで、ホワット型っていうのはだから、未知なるものへの恐れと好奇心だと。このジャンルの特徴は、人知を超越した存在が物語に大きな影響を及ぼし、非現実的で恐ろしい事象が展開されることです。みたいなね。結構ジーンとくるものもあって、さよならブンブンかな。これ結構ジーンとくるんだよね。とにかく非常にこう読みやすくて面白いわけ。うけつさんはどんな話してたかな。はいはいはい、うけつさんは告発者だ。これも面白いよね。SNS の、ショート動画を見ていたら、とある動画が出てきて、それを見ていた主人公はその動画に見覚えがあると。まあ、そこに秘密があるんだけど、それにまつわる話。これおもろいぜ。おもろいぜ。まあ、そんな感じの今日は簡単に、ジャンル特化型、ホラーの扉っていうね、書籍の、紹介でございました。14歳の夜当たり術シリーズなんだって。夜当たりにまつわってますかこれ。広く捉えすぎだよな、世当たりをな。まあ、そういうことでした。はい、紹介以上、貝柱です。みんなもね、おすすめの、なんか小説とあったら教えてください。お疲れ様です。バイバイ。